人を傷つけちまった巨獣は処分する決まりだ。立てるか。こんな時期にヘビブナの群生地に入るやつがあるか。見ろ、縄張りのシグナルを。あれを見たらどんなのんきな動物でも逃げちまうほどヤバいもんだ。お前の親父はそんなことも教えてくれなかったのか。チッ、マダラリスの警戒音なんて無視すりゃよかったぜ。久々に胸クソの悪い殺しをやっちまった。父さんはいない、母さんも。俺が生まれてすぐ事故に遭って死んだって。俺、おばさんの世話になってるんだ。そいつは悪かったな。いいんだ、助けてくれてありがとう。その子供はどうするの？処分する。